佐々波町は、いわゆる平成の大合併において、長崎県北松浦郡佐々町と小佐々町の合併で2005年4月1日に発足予定だった町の名称である。佐々、小佐々の両町は、長崎県の北部、北松浦半島の西南部に位置する。明治時代から昭和時代中期にかけて、北松丹田の山坦地として流星を誇り、 最盛期には両町合わせて3万を超える人口規模があった。しかし高度経済成長期のエネルギー革命に伴い、地内に多数存在した炭鉱は昭和40年代までにすべて閉山。丹田地域一帯は急激な過疎化が進んだ。以降、佐々町は隣接する佐世保市のベッドタウンとして新たな田園都市づくりを目指し、土地改良事業や、 企業誘致など多様な政策を打ち出した結果、人口が緩やかに回復している。小笹座町は主産業の一つである漁業や日本一の生産量を誇る、入り子の製造をはじめとした食品加工業のほか、九十九島や神崎花といった継承地があることから観光業にも力を入れているが、人口減少が続いており、過疎地域に指定されている。 1889年4月1日、市政、町村制施行時の長崎県北松浦郡、各町村の行政区域。29、小佐々村30、佐々村2町は1889年4月1日、長崎県において、市政、町村制が施行された際、近世までの半世村であった、佐々村と一ノ瀬村の2村が合併して、佐々村に、 小笹村は単独で村政を施行して小笹村となり、それぞれ地方公共団体として発足した。以降、1941年1月1日に笹村が調整を施行して笹町に、1950年5月3日に小笹村が調整を施行して小笹町となった。2町とも明治の大合併から100年以上の間、一度も市町村合併を経験していない。 佐々町、小佐々町合併協議会は、任意合併協議会を経て2002年11月1日に、法定合併協議会の設置を告示し、12月9日に、第1回の協議会が行われた。協議会は17回行われ、両町の合併日は2005年4月1日とし、合併方式は、新設合併、人口は約2万人。 面積62.21平方キロメートル。字の区域及びその名称は現行の面のままとし、町役場は本庁を佐々町役場に、師匠を小佐々町役場に置くとすること等が決定していた。合併後の町名は公募の中から委員による投票で決定するとしたが、決定した新町名をめぐる混乱を禁に合併協議が決裂し、 日本の本土最西端の町及び長崎県の市町村では初となるひらがな町名の誕生は幻となった。新町名は2003年11月1日から同年11月29日までの期間で一般公募が行われ、長崎県内外から総数811名称410点の応募があった。両町で共通するサザを用いた名や、 両長の地理的特徴を表した名称が数多く寄せられた。これらの中から最終候補として大佐町、佐々町、佐佐波町、清丹町、清志本町の5点に絞られた。最多の応募があった佐々町が候補から外れた経緯について漢字表記は読み間違いが起きやすいといった理由や新町名が佐々町では小佐々町が 編入合併したかのように見て取れるとして、小佐佐が難色を示したことによる。2004年9月30日に行われた第17回合併協議会において、委員全員による投票の結果、佐佐波町とすることが決まった。佐佐波町の選定理由として、を挙げている。選定理由には挙げられていないが、佐佐波の他の意味としては、小さな争いごとの比喩表現もある。 この結果を小佐座長は受け入れるとしたが、佐座長では町民から異議が唱えられ、当初最多の応募があった佐座長とする要要望する署名運動が佐座長内で行われた。小佐座長は佐座長に対し2004年11月26日までの合併協定調印と関連議案の議決を要請したが、民意の調整に難航する佐佐町は、 この要請を困難と回答した。12月に入り、佐田町は新町名を受け入れるとして、小佐田町に合併協議会の再開を要請するも、小佐田町はこれを拒否した。小佐田町は、佐田町との合併を断念し、2005年1月、小佐田町議会にて、佐田町との合併協議会を廃止する案を可決した。佐田町も小佐田町との合併を断念し、3月下旬までに、 協議会廃止案を可決した。佐々町、小佐々町合併協議会は2005年3月31日をもって解散し、合併は白紙となった。両町に共通する地名の佐々は、鎌倉時代の文書に佐々浦として見え、松浦島の一族に佐佐市や小佐佐市の名が見える。松浦島は九州西部に土着した際、その土地の地名を名字として名乗ったことから、 遅くとも、中世の半ば頃には、サザ、コサザの地名が存在していたと考えられている。その地名の由来について、サザ町での区伝によると海域としてのサザウラがかつて内陸深くまで入り込んでいたことから、岸辺の一帯に砂地が広がっていた様子を表したとする説、サザ川やサザウラの水面や地形の様子を表したとする説、あるいは竹の一種であるサザが茂をしていた様子を、 表したとする説が言われている。しかしいずれの説も根拠を示す有力な文献が確認されておらず、由来は長らく不詳のままとなっている。小佐座町は佐世保市との合併を申し入れており、佐佐町との合併協議会廃止案可決から約1ヶ月後の2005年2月18日に、佐世保市、小佐座町合併協議会を設置した。協議の結果、 同時期に合併協議が行われていた奥町と共に、佐世保市への編入が決まり、2006年3月31日をもって自治体として消滅した。一方、佐々町では調整の混乱を招いたとして、町長や町議会に対するリコールの動きが活発化した。こうした事態を受け、合併協議会解散から約1ヶ月後の5月、 一連の責任を取って町長が辞職し、町議会が解散するに至った。その後へ向井町と鹿町町が佐々町に対し合併を申し入れるが、財政面の問題などを理由に佐々町が拒否した。また、佐々町は佐世保市から合併協議会設置に関する再三の申し入れがあったが、態度を保留にする。二0 1年四月、住民発議による佐世保市。 佐々町法廷合併協議会設置の是非を問う住民投票が佐々町で行われ反対が賛成を上回った。同年6月には町長選挙が行われ佐世保市との合併反対を掲げた候補者が当選した。この結果を受け佐々町は単独調整を継続することとなった。なお佐々町は2010年代以降 佐世保市を中心とする長崎県北地域と佐賀県の一部自治体で構成する連携中枢都市圏西九州佐世保広域都市圏の形成に向け協議を行ってきたが連携中枢都市圏参加に対する佐賀町のメリットが乏しい等を理由として2018年12月に佐賀町議会が参加を否決し締結直前に離脱したしかしこの議決が町内で疑問視され 再検討が行われた結果、2019年9月の定例庁議会において連携中枢都市圏への参加を求める決議案が可決され、同年10月に佐々町長が佐世保市へ連携中枢都市圏への参加を表明した。2020年3月3日、佐世保市との間で連携協約の締結式が行われ、同年4月より連携中枢都市圏へ サザ長が正式に加入することとなった。ありがとうございます。